ジャバーウェ、ヤタ美容チャンネルでございます。2021年9月9日に建国73周年を迎えて、首都平壌のキム・イルソン広場で軍事パレードが行われ、キム・ジョンウン氏が出席しましたが、その姿を見てネット民は激痩せしたとか、痩せている影武者が出てきたなどの噂がありますよね。今回の動画はAI 顔認証技術を用いて9月9日に出席した激痩せキム・ジョンウン氏が影武者かどうかをまた検証してみました。では早速ですが検証を始めます。まずは本物だと言える写真を選ばなければなりません。今回選択したのは2019年6月30日パンムンジョンでトランプ大統領と会談した時の写真を利用しました。その理由としては、情報統制などのある北朝鮮メディアから提供された映像や写真ではなく、欧米メディアが提供している写真、映像なら改ざんされている可能性が低いからです。またこのような国際舞台ではトランプ大統領と直接英語で会話する際の語学力が必要であり、キム・ジョンウン氏が話す内容も国家元首が話した内容となり、迂闊なことが言えないため、影武者が出てくる可能性が極めて低いと考えているからでございます。そして検証に使う AI 顔認証技術というのが Amazon Web Service、通常 AWS というクラウドで提供されている Amazon Recognition というサービス内の機能であります。ちなみに顔認証の精度に関してはアメリカの大手企業の入退室にも使われているので、もし精度に疑いがあるというのであれば、それら大企業の入退室管理も疑って良いということにもなりますし、整形技術が AI 顔認証を上回っているということにもなります。では早速検証してみたいと思います。まず高台のようなところで手を挙げている写真、これですね、と2019年パンムンジョンでの写真を比較してみました。結果は類似度 99.9%、 ほぼ同一人物、つまりは本人であると判定されました。この結果を見て、北朝鮮メディア提供の写真なんてフォトショップなどで加工されてるだろうというツッコミが来るかもしれないので、今度は北朝鮮メディアから提供された映像ではあるものの、動画の一コマからランダムに抜き出したものを使って検証してみました。映像というのはパラパラ漫画を思い浮かべていただければ理解しやすいのですが、1秒間に25枚から30枚の画像を高速で切り替えているような仕組みであります。例えば5分の映像があるとすると、約9000枚の写真があるような感じです。その中からランダムに1枚選んだのがこの写真でございます。結果は類似度 99.9%、こちらもほぼ同一人物だと判断されました。このことから AI 顔認証という角度から見ると、9月9日に姿を現した激痩せキム・ジョンウン氏は本人である可能性が非常に高いということになります。結果にコミットする。もちろん北朝鮮メディアが提供した映像自体にディープフェイクという技術を用いて、顔にキム・ジョンウン氏のものをはめ込むという処理を行ってから世界に配信した可能性もあると思いますが、ただ美容整形の専門家高須幹也先生も、伝聞や似顔絵レベルでしか敵の重要人物を知ることができない戦国時代や江戸時代であれば影武者は確実に存在していたが、写真や映像が高解像度で出回っている世の中では、様々な角度から分析が容易に行われるために、骨格を含めてそっくりさんを作ることはほぼ不可能に近いという結果を出しておりますし、9月9日のキム・ジョンウン氏の顔の特徴点なども比較して、過去の写真と比較しても同じであるとおっしゃっておりました。私もこの考えに同意できますし、先ほど述べたディープフェイク技術でも処理できない部分というのがございますので、やはり本人だと私は考えております。
まあ、ちなみに人間の目なんて錯覚を起こしますし、先入観などで映像補正をするので意外と当てにならないっていうのも事実でございます。まあ、実際に整形の噂が絶えなかったマイケル・ジャクソンさんのこの2枚の写真を比べても AI 顔認証では 99.9% 本人だと判定しております。はい、本日は以上となります。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。